祖国は危機にありの宣言に応じて、母兵登録する市民と出発する兵士30万人。母兵令は、フランス革命期の1793年2月24日に国民公会によって制定されたもので、苦境に陥った革命戦争に必要な兵士30万人を募集するにあたり、志願兵の不足分を各市町村に割り当てて強制重募する法律である。 三十万人動員令、または母兵法とも言う。この法令はアマルガム法と同時に審議され、共和国軍の再編成を意図したものであった。徴州兵の人選方法の決定は、市長村会の多数決に委ねられたが、代理人制度が認められるなど、いくつか不平等な条項があり、農村部では、アンシャンレジーム時代に農民に課されたくじ引き兵役を、 思い起こさせたために激しい反発を生み、バンデの反乱を引き起こした。内戦の勃発は、恐怖政治を誕生させ、国民総動員令によって法令はさらに強化、されるが、徴兵制度とは、趣旨が異なり、義務兵役ではなく、あくまでも、志願兵制度を基本として、不足分を補充するに止まるものであった。ダビット作のディボアワ・クランセの、肖像フランス革命は、 アンシャンレジームの職業軍人を中核とする軍隊をそのまま受け継いだが、この古い軍隊での士官は1781年のセギュール法により4代まで遡る貴族に限定されていて、戦時に必要になる兵員は外国人傭兵と農村に課された封建的な兵役に依存し、徴収は地方ごとに連隊の枠内で行われていた。 また過酷な規律と大罰を基本とする当時の軍隊では士気が低かったが革命によって高められた平民の貴族との圧力によって兵士の反抗が状態化し1790年から1791年にかけて各地では兵士の反乱とそれを鎮圧する事件とが相次いでいたその最大のものはナンシーの反乱として知られる軍隊は 9000人の貴族士官のうち、約半数が亡命しているような状態で、兵士についても1791年5月4日に、国民民兵制が廃止されて、自由意志に基づく軍隊になったのは良いが、平時体制で数を通常よりも大きく減らしたままで、新たな招集手段を持たなかった。数の不足を補うべく、6月13日に国民義勇兵制度を創設し、 各県の国民衛兵の中から20人に1人割合で選抜して軍に編入したが、それを含めても戦前の段階で軍隊には10万人がいただけであった。このような実態にもかかわらず、ピルニッツ宣言の挑発を受けたフランス国内では政治的理由で改戦論が勢いづいた。1792年4月20日、フランスがオーストリアへ宣戦線復刻して、 フランス革命戦争が勃発すると、この統制を乱し、数も十分とは言えない軍隊は連戦連敗したため、7月11日、立法議会は、祖国は危機にありの宣言を出して、緊急に新たな志願兵を募った。8月10日事件の王政打倒の熱気そのままに、多くの市民が、この応募に殺到し、大量の指揮王のなる、志願兵を中心とした新しい軍隊は、9月以降、 目覚ましく活躍して、バルミーの戦いや、ジェマップ海戦で勝利して、外国軍を国境の外に撃退することに成功した。しかし短期間で決着すると思われていた、戦争の長期化は別の問題を発生させた。海戦前の1791年12月28日の法令によって、志願兵は、各戦役の終わりには自由に退役でき、戦役は、 毎年12月1日に終わるとみなされると規定されていたため、志願兵を拘束できる契約期間は1年に過ぎなかったから、1792年末には兵士たちの気球と除隊で隊列は大きく損なわれ、軍隊は自民の不足に見舞われたのである。熱狂的な市民のあらかたはすでに出生を経験しており、さらに志願者を募るのは、 難しい情勢であったので、ある程度義務的な兵役制度の助けを借りる必要があった。軍事委員会の委員で、山岳派の議員エドモンド・ヤレクシス・デュボマクランセは、かねてから兵役の義務化を考えていたが、1793年1月5日、前線を視察して50万の軍隊を作り上げるためには追加で30万人の兵員募集が必要で、あると報告し、 法制化が進められることになった。ついで2月7日、デューボワ・クランセは、給食業軍隊と志願兵部隊の融合が必要で、あるとアマルガム法の制定も提唱したが、2月12日、サンジュストがこれに同調して演説し、軍隊に民主化のためとして選挙制の昇進制度を付け加えた。後者は、実施が間に合わなかったが、2月24日、30万人。 ご平令は議会で可決され、新しい軍団の創設が急がれた。この法令は国民公会が兵士30万人の召集を求めるにあたって、各市町村に割り当てられた登録人数に志願者の数が満たない場合に、満18歳以上41歳未満の未婚、または子供のない独身男性であるすべてのフランス人市民を対象として、 自民の徴用が実行されるものであった。選考の方法は市町村会が独自に多数決で決めることとされて法令には明記されなかった。実際には多くが旧来の抽選もしくは指名という方法を採用した。一方で代理人制度は明記され入隊すべきとされた市民は18歳を超えた武装市民を代理人として立てることができた。その際には 代理を立てた市民は、自費で、武器、装備、服装、旅費等のすべての費用を給与する義務があった。これらは一種の革命税として認識されており、金持ちに革命への一層の資金的貢献を求める意図があった。それで、山岳派は指名の際には金持ちを選挙で強制的に選ぶように主張していた。しかし実際的には富裕層を兵役から免除したことになった。 第2編では、装備、服装、武器及び食料についての規定があるが、費用は、市町村が建て替えるか、自前の場合も、国費で弁済されると決められており、国民衛兵などの規定と比べると大幅に緩和されて、貧困層の応募が容易にされた。市町村は資金を融通するために金持ちへの臨時課税が行え、その資金は、志願兵と徴収兵に与えられる。 兵籍登録奨励金となった。追加条項では、帳簿割当てを超えて、多くの志願兵を出した県を表彰するとしており、全体的に市民の愛国的、営利的、義務的な意欲を喚起して、志願を促す程度のもので、比較的穏やかな内容の法令であった。マシュクールの虐殺フラマン作フランス西部で、30万人、母兵令は、 想像をはるかに上回る猛烈な反対にあった。これらの地域ではすでに聖職者民事基本法に対する不満が渦巻いており、国王裁判と処刑は、先制拒否聖職者が解く、反革命を感情的に支持する下地になっていたが、さらに追い打ちをかけるように新たな決税が提起されたことで、特にアンシャンレジームでくじ引き兵役を課された経験のある農民を激光させた。 西部では1793年3月中旬を境に農民の一揆が芝叩く間に、それ、ブレシュイールの一帯から稲子の群れのように広がり始めた。マシクールの町では、くじ引きが予定されていた3月10日に、元遠税役人に指揮された農民が、都市の市民を襲った。虐殺は1ヶ月続き、軍長を拷問処刑したほか、国民衛兵を皆殺しにし、 革命派と思われる住民は手当たり次第に、銃殺や生き埋めという方法で処刑して、545名の犠牲者を出した。サンフロランイコールルイコールビエイユシでは、3月12日に、母兵の方法を決定する集会が予定されていたが、武装した2000名の農民が市内に乱入して、集会を妨害し、制止する国民衛兵の発砲を機に、国王万歳、僧侶万歳、 と叫んで放棄した。彼らは市役所に放火し、金庫を壊して、アッシニアをばらまいた。ティホージでは、周辺の村の農民800名が集結して、兵役逃れのために3月12日に死を攻撃して、占領した。放棄農民たちは反乱の指導者として、王党派の貴族などを迎えて、近隣の都市を次々と占領して支配下に収め、勢力を拡大していった。 ポルニック氏は近隣の避難民で膨れ上がっていたが、守る国民衛兵はわずか500名に過ぎなかった。反乱軍は彼らの不在時に吸収して占領し、逃げ遅れた男性は皆殺しにした。帰還した国民衛兵は略奪して酒を飲んで寝込んでいる半島を奇襲して都市を奪還したが、これを聞いたリーダーのシャレットは報復として、ポルニックを街ごと焼き払った。 バンデー地方の4県は約2週間で反乱軍の手に落ちた。こうして30万人母兵令はパリと地方、都市と農民、宗教と革命との確執を反乱レベルにまで引き上げ、外国と戦争中であるフランスを内乱の火の中へと放り込む結果となった。これはこの法令が全く意図しない事態であった。内戦の発生は共和主義者を驚愕させ、 次に激怒させた。断固たる革命防衛策を主張する山岳派の支持は激増した。内戦は緊急処置としての恐怖政治の確立を促したが、革命派の市民が自ら恐怖政治を熱望するようになったのは、バンデのごとき裏切り者を懲罰する必要性を感じたからであった。虐殺に対する報復はさらに残忍さを増し、復讐の連鎖は、 バンデ戦争を地獄とした。また、内外の戦争の危機に際してフランスは国民総動員令を定めて公安委員会と派遣議員に絶大なる権限を与える独裁をも容認したが、これもこの法令が生んだ副産物であった。ありがとうございます。